はい、どうも、ありそうです。はい、皆さんこんばんは。ゴリラスポーツの時間がやってまいりました。今日はですね、サムネとタイトル見ていただけたらわかると思うんですけども、今日も新オイル紹介していきますよ。よっしゃと。この時は来ました。またまたね、ゴリスポお得意のグラブ手入れの時間なんですけども、今日はですね、新オイル紹介していきたいというふうに思います。皆さん、このオイル知ってますか？決めるって何なんて今思った人いると思います。決めるっていうのはですね、グラブオイルの名前でございます。広島県東広島市にあります、東広島スポーツさんが出しているオリジナルオイルでございます。バーン！たくさん用意させていただきました。それではちょっとね、一つ一つ見ていきます。はい、オイル出してみました。こんな感じです。はい、このオイルがですね、キメルでございます。2つね、種類がありまして、こちらがローションクリーナーキメルとプレミアムレザーオイルキメルっていう、この2種類のキメルオイルがあります。こちらね、 SNS で本当にね、話題沸騰中でございまして、いろんなね、店舗さんにね、このオイルが売られているんですけど、続々と売り切れが続出しているという噂のオイルでございます。こちらを今回はね、使っていくんですけども、まずこれがどういうオイルかっていうのを説明しておきます。まずプレミアムレザーオイルがですね、スクワランオイル配合で、浸透性、湿潤性、柔軟性、防水性を与える、でベタつかずさらっとした使用感ということでですね、浸透性が非常に高く、保湿力が高いオイルがプレミアムレザーオイル。ローションクリーナーがですね、皮革の汚れを落とし、美しいツヤを与え、保護し、リフレッシュさせますと。で、ここがですね、このローションクリーナー、キメルの最大の特徴です。特殊加工により、バランス感覚の向上が期待できますと。やばないっすか。まさかの、このオイルを塗るだけで、この体感というか、体のバランスが良くなるらしいです。不思議ですけど、そういう効果あるらしいです。それでは今日はこちらのキメルオイルを使ってどんな感じにグラブがなるのか検証していきたいというふうに思います。それではいきます。ゴーリアした。はい、それでは実際に手入れをやっていきたいというふうに思います。今日使っていくグラブなんですけど、僕の今の一軍グローブであるこちらです。水のプロの梶谷選手モデル、この前オーダーしたグラブルという風になっております。でね、最近これずっと使ってるんですけど、こちらもう中がカッサカサです。あまりね、まあ前ツヤ出ししたんですけど、この辺がツヤがちょっと足りてないので、この決める噂によると鬼のようにツヤが出るということです。保湿されてしっとりする、グラブの皮の状態が良くなるということなんで、今日は楽しみにしてます。じゃあまずね、この決めるを使用する前にですね、こちらブラシでブラッシングをしていきます。最初ね、汚れ落としなんで固めのブラシの方がいいと思います。それでいきます。このブラッシングの作業は大事ですよ、皆さん。余分な砂を落としておかないと、やっぱりね、その分オイルがそのまま砂と一緒にグラブの中に入っていくので、じゃあ重くなっていきます。重いグラブになっちゃいます。それはね、嫌だと思うんですよ。もう僕も嫌ですので、皆さんそこは気をつけてやってください。このレースの間とかもしっかりと砂が入りやすいんで、ここはしっかりとブラッシングをしてあげてください。あとこの辺ですね。ここもしっかりやります。よし、OK。まあ、軽く、ブラッシング作業が終わりましたら、こんな感じで目に見える、砂汚れは取れました。次、じゃあこちらですね。最初、決める、ローションクリーナーを使用していきたいというふうに思います。まずパカッと開けましたらこんな感じですね。なんかこういう丸いポツッとした穴がありますので、多分この中から出てくると思います。こちらですね、こういう布に適量出します。こんな感じで、どんな質感やるなこれ。お、そんなにベタベタしてない水分のような、本当にローションって感じの、オイルですね。これをちょっと出して、じゃあ磨いていきますか。それでは磨いていきまーす。お、伸びはいいです。すごく伸びはいい。はい。こんな感じで、徐々に磨いていきます。いいですね。じゃあ次、中磨いていきます。
うん、いいね。あ、いいね。なんて言うんだろう、すごいね、グラブのもちもち感がアップします。あ、なるほどね、そういうローションか。やっぱローションって汚れ落としメインなんで、匂いがきついとか、あとグラブがなんかキュッキュッキュッっていう不自然なね、突っ張り方といいますか、そういう風になると思うんですけど、このオイルはサラサラです。サラサラで程よいグリップ感を与えてくれますね。うん、なんて言うんだろう、このサラサラ感があるんですよ。変にキュッキュッキュッっていう突っ張らない感じですね。サラサラ自然な感じのローションですね。うん、で、あまりね、このグラブは汚れがついてないので、あんまり汚れ落としの効果がわからないんですけど、保湿力はしっかりあります。なるほどね。で、このローションの特徴なんですけど、美しいツヤ、あと自然なね、ツヤが出るということで、ほら、もうこの時点で、もう塗っただけですよ。塗っただけなんですけど、しっかりツヤが出てるんですよ。ツヤが出るローションクリーナーっていうのはあまりないので、これ珍しいですよね。やっぱローションクリーナーって、汚れ落としに特化してるものが多いので、まあ、汚れ落としができたらいいっていう感じのものが多いんですけど、こういう適度なツヤを与えてくれるローションクリーナーっていうのはあまりないのでね、いいですね。お、ツヤツヤですね。これカメラ上でもわかると思うんですけど、ものすごいです、ツヤツヤ度。で、サラサラしている。質感がかなりいいです。で、伸びもいいので、あまり出しすぎず、適度な量も使えるのでいいですね。あ、いいツヤですね、本当にこれ。あ、めちゃくちゃいい感じのツヤや。じゃあこことかもね、やっていきます。このウェブの間のこの部分とかもすごい破れやすいんで、ここもしっかりと、保湿をしておきます。はい、 OK です。はい、適度な量を塗って適度な保湿感を与えて、あー、いいなー、なんか質感すごい好きなんですよ。このサラサラして適度なグリップ力がある感じ、あのサラサラ感は今まで使ってきたローションクリーナーの中では一番ありますね、このサラサラ感。でもこのサラサラ感のままではちょっとね、あのボールを取るっていうのはちょっと怖いと思うので、多分その上にこのオイルを塗ることによって、まあ、グリップ力が出てくると思うんで、これからこれですね。多分ね、このローションとこのグラブオイルの組み合わせというか、それは抜群にいいと思うので、今からがすごい楽しみですね。次、こちらのキメルプレミアムレザーオイルを塗っていきたいというふうに思います。ね、まずね、僕も中身を見たことないんで、どういう質感のオイルなのかっていうのがすごい気になりますね。オイルを開けていきます。ああ、なるほどね。固形オイルなんだ。結構ジェルっぽいのを想像してたんですけど、固形のオイルですね。匂いが、うん、無臭。あの、石油系の嫌な匂いもないですし、無臭ですね。じゃあ、ちょっと手に取ってみますか。ああ、すごいわ。何これ。新感覚やな。あ、全然ベタつかん。不思議ですね、これ。じゃあ、これを、まず、指で溶かしつつ塗っていきます。なるほどね。いい感じ。あ、伸びますね。しっかり伸びます。少量ですっごい伸びますね。うん、こんな感じで塗っていきます。やっぱりやっぱね、スクワランオイルがね入ってるんで伸びはいいですね。で、こうやって塗り重ねていったら、まあ、しっかりと中に入ってくれる感じはあって、まあ必然性が高いということで、しっかりと中に、浸透していく感じはありますね。で、さっきまでサラサラだったんですけど、今もしっかりサラサラはしているんですけど、やっぱりね、この適度なグリップ感、まあ、しっかりボールは止まってくれそうだなっていう感じはあります。で、何よりも、さっきからずっと言ってるんですけど、ツヤが半端ない。ほら。このツヤですよ。保湿力もね、しっかりあるんですけど、何よりもね、ツヤが出ますね。このオイル。やっぱ一番の押すべきポイントは、ツヤがしっかり出てくれるってところですね。あ、グリップ感はありますね。しっかり。文句ないぐらいにありますね。ちょっとサラサラしすぎてね、ローション塗った時点では心配だなっていうところはあったんですけど、塗り重ねていったら、しっかりとグリップ感は出てきます。わかりますか？この、塗ってない部分と塗った部分のこのツヤの違い。ツヤ出し能力に関しては、まあ、他のオイルも僕いろいろ使ってきましたが、トップクラスですね、これは。やっぱね、グラブ手入れ好きな人の中ではね、やっぱツヤを出したい人ってね、いると思うんですよ。やっぱり、グラブってツヤ出したらなんかかっこいいっていうか、渋く見えるじゃないですか。だからツヤ出し機能にこだわっていきたいっていう人は、
このオイル買いですね。うん、かなりツヤは出ますね。うん、じゃあ外側も少し塗っていきます。ああ、いいな。なんていうんやろ、なんかベタつかんから重くなりそうな気配がないんですよ、すごい。うん、ああいいね、いいツヤやな、すごいええツヤよ。でさっきもさらっと言ったんですけど、このオイルね、防水性があるんで水も弾いてくれるらしいです。なので雨の日の前の手入れとかも使えますね。なんでなんでしょうね、こんなにサラサラしそうのに。油の強いオイルっていうか、油が多いオイルってなんかベタベタしてるじゃないですか。なんかベタベタしちゃったら、しっかりなんか、まあベタベタしてるっていう頃油なんで、すごいベタベタしちゃったら水を弾いてくれるっていう感覚は、なんか感覚的にはわかるんですけど、こんだけサラサラしてるのに水を弾いてくれるっていうのはなんかすごい不思議ですよね、自分の中では。いい。もう手がね、ベタつかないんですよ。もう手洗わなくても大丈夫かなっていうぐらい。まあこれは冗談ですよ。まあ洗わないといけないんですけど、まあそれくらいサラサラしてます。うん。で、この後ですね、このオイルの使い方なんですけど、塗った後にしっかりとこういう乾いた布で、拭いてあげる、擦り込んであげるっていうのが、使い方でらしいです。なのでこう擦り込んでいくように、こういう布で空拭きしてあげてください。うん、これ塗った後になんか変わりそうですね。余分なオイルを拭きつつ、塗り広げていくイメージでこう空拭きしていったら、おお、半端ないですね、ツヤ。ああ、これはいいですね。気持ちがいいツヤ、見てて。すごいいいです。しっかり自然に輝いてくれているような感じです。うん、で、全然、もうベタつきはゼロに近いです。うん。ほぼゼロ。もうサラサラですね。むしろサラサラ。まあ、こんな感じです。で、中も、しっかり磨いておきます。わあ、いいなぁ。この中のグリップ感、吹いた後どうなるんかが。気になりますね。で、このネイビーの、グローブで今やってるんですけど、多分これ高校球児とかが使ったら、まあ、黒いグローブとか多いじゃないですか。これ黒いグローブに使ったら、ツヤ半端ないと思いますよ、多分。うん。黒いグローブでちょっと使ってみてほしいですね、これ。はい。あー、いい。わかりますかね、このグリップ力。しっかりと止まってくれる。なのに、サラサラなんですよ。このサラサラがいいですね、やっぱり。うん、なんか手入れをしててベタベタしすぎたらちょっと嫌なんですよね。でもそれが全くないんで、すごいサラサラしてくれるし、このツヤです。やっぱり特筆すべきはこのツヤ。うん、これがメインですね。このオイルの見どころ、半端ないツヤ出し能力、そして、適度なグリップ感、そして防水、これですね。このオイルの魅力はここだと思います。で、僕は一番魅力的だなと思ったのは、このツヤ出し能力ですね。うん。この自然なツヤ。これはたまらないです。手入れ好きからしても。じゃあ最後、こちら、ローリングスの新作のシャインシャインで、磨いていきます。この、手袋のような感覚で、磨けるので、すごい磨きやすい。こういう間とかも。でしっかりツヤを出してくれるんで、これでツヤに追い打ちをかけていくっていう感じですね。やばいな、ツヤほんまにやばいわ。めちゃくちゃツヤツヤですね。これやばいな、革命が起きますね、これグラブオイル界に。またこんだけツヤが出るオイルっていうのはなかなかないですよ。はい、オッケーです。ツヤツヤです。もうまだ使い出して1週間ぐらいのグラブとは思えないぐらいの使い込み具合が出るような、そんな感じのツヤです。はい、こんな感じです。はい、ということで手入れが終わったんですけど、もう一度見せます。こちら決まったグラブ、このツヤですよ。これやばくないですか。もうね、自然なツヤなんですよ。何度も言うようにサラッサラ、気持ちがいいですね。これはめちゃくちゃに気持ちいいです。いや、これはね、手入れ楽しくなりますよ、こんだけツヤ出たら。東広島スポーツ様、このね、革命的なオイルを出していただいてありがとうございます。確かにネットで噂になるだけはありますね。何回も言います、ツヤ出ます。これ皆さん、ツヤ出したい人、決めるしかないですね。決めるオイル使ってみるべきです。ツヤ確実に出ます、言い切ります。この決めるオイルが結構ね、売り切れちゃってるんですよ。だからですね、僕自分用の決めるオイルと別にこの決めるオイルをですね、3セットずつ準備しました。だからですね、この決めるオイル3セットをですね、僕のインスタグラムにてプレゼント企画入れたいというふうに思いますよ。
プレゼント企画なんですけど、この決めるレザーオイルとローションクリーナー1セットで、3人分、用意しましたので、3名様に、このセットをプレゼントしたいというふうに思います。このプレゼントの応募期間なんですけども、本日、この動画が出た日の夜の9時から、僕のインスタグラムにて、始めますので、ゴリスポグラムをフォローお願いします。でね、そのプレゼント企画の内容に関しましては、今日の、夜の9時に、僕のインスタのストーリーで、内容をアップしますので、その内容をぜひご覧ください。とりあえず、この決めるクリーナー、この決めるのセットが欲しい方は、僕のインスタグラムをフォローしてお待ちください。はい、今日はですね、こちら、東広島スポーツ様が、独自に出している決めるオイルたちを使用したんですけど、何度も言うように、ツヤツヤになって、かなりの保湿力がありまして、さらにね、雨の日にも強いということで、このオイルなかなか革命児だというふうに思うので、皆さんもぜひ気になる方は購入してみてください。東広島スポーツ様のインスタのリンク下に貼っておきますので、ぜひご覧ください。はい、今日のオールスパー以上になります。アウリでした。そして2月のプレゼントはこちら、ハイゴールドの新ムートンを4名様にプレゼントします。新ムートン何が変わったかと言いますと、ロゴが新しく変わったそうです。3000円超えるムートン、こちらを4名様にプレゼントします。そしてもう一つはこちら、サブチャンネルで1名様にプレゼントしますので、同じ条件でやっております。チャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募をお待ちしております。当選発表は2月の28日に行います。たくさんのご応募をお待ちしております。イオリュッシュ。2020年12月オリジナルブランドを立ち上げました。こちら GS グローブ、内野手用と外野手用が販売されております。そしてこちらは GS スパイク、2つとも動画の概要欄からチェックできますので、チェックの方よろしくお願いします。